はい、どうも皆さん、こんにちは、てつです。朝ですね、ラブスから出まして、セントルイスの郊外のセントチャールズでしたね。ラブスでセントルイスを朝出まして、ダウンタウンを通って、でこのゲートアーチをね通りますね。ここ近く横通ってダウンタウンのね、セントルイスですね。でセントルイスのダウンタウン横を、通過してですね、で44番を通って、今日は私がオクラホマまで運転する予定でいます。で、お荷物の方がね、セントルイスからピックアップしてカリフォルニア行きになりましたね。カリフォルニアも、近くの方ですね、南カリフォルニアの方に行くことになりましたので、その後に降ろした後に会社に1回戻る予定でおります。で、このセントルイスですね、あの風情があってね、いい街ですね。でレンガのね、作りの建物がね多いですね。で40番ですね。ランチはですね、スプリングフィールドの手前の町のセントロバーツという町で泊まって、ここでね、ステーキハウスで、コルトンステーキハウスで食べましたね、ランチを。でサラダにして、あとスイートポテトフライで、ステーキがニューヨークストリップの分厚い肉ですね。でこれが結構ジューシーでうまかったですね。噛み応えがあってうまくて良かったですね。味もなかなか良かったですね。であと金の方は、このなんていうんですかね、インゲン豆っていうんですかね。であとオクラの揚げですね、オクラをチョップした揚げですね。でこれはパンですね。でパンはおかわり自由になっております。でここを、出まして、次はスプリングフィールド通過しまして行きますね。はい、で入道雲がね出ていたんですね。日本みたいでしたね。やっぱ天気は似てるんでしょうね、日本とね。ほぼ似たような多分天気でしょうね。湿度も高いですね。もうあとちょっと暑かったですね、今日はね。でこれが東佐ですね、鶴佐と書いて東佐、トロサという町を通ってですね、オクラホマの、町ですね。で東佐を通って次は南下してオクラホマシティですね。この地図で見ると、南西の方に向かっていきますね。で夜走ってですね、コンティニューで大体交代したのが、次のラブスのオクラホマで交代でしたね。はい、ご視聴ありがとうございます。